どうもどうも井上までございます。ああミルクサとってやってまいりましたミル赤今日もなんか教えてくれるんでしょうか先生、はい、楽しみです今日こちら飛んでた今週末行われる川崎 vs 京都のプレ、はい、いやーあここをピックアップしていただいたわけですねそうなんですね、はい、まずちょっとね、うん、今年の京都ちょっと日視で見てきたんですけど。はいうん なんじゃこりゃって部分があったのでちょっと知っといてって意味も込めてやってみようってあれですそれは教えてほしいですはいお願いしますじゃ京都中心のお話なのかなどうなのかなそうですねどちらかと主語は京都よりですがそれに川崎がどう対応してくれるんプレビューこのマッチプレビューってことですね楽しみですね。はいというけでミラトマイちゃんやってますチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたしますお願いしますということでまスタメン予想というかまあ一応全て のメンバーそのまま持ってきたって感じではありますが、左が川崎、右が京都ということになっております。まあ、ちょっとどこどう変えるかとか、ちょっとよく分かんないところはあるので。まあ、一応このままにしてやるってところなんですが、一応前節お互いちょっと振り返って、まずは行き。ましょうまずはフロンターレでございます。もう、これで金前がね、ちょっととんでもない試合。お互いになっちゃったもんね、これね。 4対,4対5だったじゃないですか、はい、だから正直さ普通にかけてオフェンス陣はまあじゃあ変えないって見方もあるかもしれないし逆に5点取られたからディフェンダーっててこ入りするかもしれないって可能性もなくはないけど。確かにね まあ現代作家ってそういうもんじゃないじゃないですかこう全体がやっぱり連動してするからね。別に守備は守備だけのせいじゃないしね攻撃は攻撃だけのせいじゃないしね。だってでもだけどそれでもやっぱ5失点したってこと4点取ったらもすごいはすごいけどやっ5失点したって言葉ったので何か変えてくるかもしれないしだってただそういう情報は出てきてないのでなるほどまあ一体誰がどう変わるかもちょっと注目しちいきたいなてと。 京都はここまで開幕節は柏相手に1 1のドローだったんですが前節は、ね、えー、セットプレーから2発ちょっと湘南にやられてしまって、流れからはまあやられなかったっちゃ、や、うん、られなかったけれども、負けてしまい、まだ今シーズンはまあ勝利はないということになりますと、あとどうやらちょっと怪我人も結構ちょこちょこいるみたいで、ああの例えばあの元大分とか清水から鈴木善則選手とか、も<い>ともと怪我なんてしない選手ですけど、なかなか怪我で出遅れてるみたいな話もあるんで,ですか。 それもあって、ちょっとなかなかもしかしたら、長期で監督のほうバランスを書いてるみたいなことあるのかも、んなしろ今年の京都はなんか、こう、キャラが立ってる方が多くてね、非常にそうなんだよね。<laughs> 僕好きですけどね、キャラクターウォッチャーとしては。はい。<laughs> あと、まず、たぶ今日の聞いていただけたら、よりね、たぶ、ええええ、ね。好きになる。と思いますあ,あ、そうですか。はい、より好きになりたい。はい。お願いします。先なんかも、もともと好きですからね。ここね。めっちゃ面白い試合になると思うんですよね。えー、そうですか。えー、ってことで、はいえー、まずは噛み合わせてみると、まあ、こんな感じに、まあ、なるよね。 左から右に川崎、右から左に、えー、京都というところだと思っていただければと思いいますす、はい、一,一緒っぽいですねそうですね、はい、どちらも基本的には、っぽい、はい、あくまで初期配置で言うんだったら、こういう感じには、はいえー、まあ、なる,ほどね、なるねっていうことなんで。 が、うん、えー、マーサにも皆さんにも今日は、えー、京都のえ二つのね、うん、攻撃と守備一個ずつの、うん、えー、ちょっと特殊すぎるやり方を覚えていってもらおうと思います。うん、すそもそもあの四一二三同士っていうのは噛み合うとどうなるんですか展開的に。えっとね噛み合うとですね、はい、基本的に両チームともなんですがこのアンカーが基本的に浮く形になるので。はい、そうすよね。はいはい,はい、はい。そうなんですよ。うん、で本当だったら僕も今マーサがおっしゃってくれた通り、うん、その基本的には四一二三同士だったらこうなるような話がしたい。 ですけど、そうじゃないんだね。どうなる。ははははあの基本を。はい。決定しません。はい、京都は。しません。あ,あ、どう,いうことだ。ちょっと特殊です。喜瀬監督の采配が。はい。はい、ええー、まずは京都の。ビルドアップ。うん、はい。 極端な京都ビルドアップアイソレーションという名前を付けてるんです。というこちょっと僕もねよく分かんないです。んかね言葉の噛み合い方がよく分かんない早そうそうなんですよ。え皆さん一応この図を皆さんもちょっとなんとなくだけ数秒間覚えてください。特に川崎颯太君の位置ちょっと今回川崎颯太君バージョンでちょっとやっていこうと思いますけどこの位置覚えておいてくださいね。じゃあ京都がボールを握りました。握りました。ビルドアップします。はい ああ誰がどうなるか見ていただきます、はい、こうなります、うん、落ちる、えー、川崎壮太がこれよくあのアンカーがディフェンスライン落ちれば効<う>、まあ、くじゃないですか国内でもヨーロッパでも効くじゃないですか、はいはいはい、インサイドハーフが二 <laughs> 列落ちるってことそうだから左インサイドハーフだったら武田選手が落ちるし右だったら川崎壮太君が落ちますそういうやり方なんですね金子選手は中を保つそう,、ね、そういうことですね、えー おそらく川崎、相手で考えるんだったら、それで要は、右ウイングの豊川君がまあセンターバックの一角にこう対応するような感じになり、えーえー、フォワード、センターフォワードのトゥーリオ選手もセンター,ー,ンターバックに対応するような感じになり、えー、原くんが相手の左、右サイドバックのところに対応するようになり、えー まあ一人左サイドバックはまあ開くんじゃないっていう感じにはなりますあ要はあの広島が浦和にやってた時にちょっと近いですけど、はい、あと対角にまあ投げていきたいってところなんだろうなかはちょっとあったりしますね。はい、大体はね。はい なんで片方の方で、だからもうこれでぎゅーんと、こうね、こうインサイドハーフが落ちるってなって、山本悠貴選手も多分ついていきたいってことになるんだけど、バランス変えちゃうのもあるし、そうなると、金子選手がここを防げるってこともまあできるっちゃできるので、一人完全に役川崎選手からびゅーんって逆サイドに飛ばして、蹴りやすいポジションになるってことだね、フリーダー。得意なの、川崎選手が蹴るのが。 そういうわけじゃないんですけど、ただ、まあ、長期時間とか、もう、超まな弟子なんで、あの、やる、やらないじゃないでしょう、う。やれと。やれですね。ああああでだから、この後も大変なことになります、マさサ。うん、普通に考える話をするんですけど、うん、このビルドアップ役は、そこでこう、下がって、出す。うんうん、基本的には、これで仕事はオフェンス部分は考え <laughs> これはビルドアップって言うんですかあんまり言わないかもしれないけど。ああでもまあ、あれか。 ロングボールやって身長高いし原君にこれで収めてもらってセカンドボールこれ前に上げて武田君とかあと戸く君とかで回収して回収したら本当はこのトゥーリオ原も中に行って例えばトゥーリオ走る原が逆に真ん中まで行くファーで豊川がいるみたいな感じになるんですがさすが趙キジさんやっぱ愛弟子には可愛いい子には旅をさせます。 川崎颯太はここまでいきまでき攻めの時に、はい、自分が出したのに出してああなるほどでも出して、はあ、ここら辺であ、はあ、味方がある程度モテそうだなーって「はあ、ーダ」になるって形になるので結果、はあ、にそうすると川崎君だから川崎君で。はあはいはい 点決めるっていうよりかは、これで相手の左サイドバックをこう、なるほどね、ることになると思うんですけど、狙いは左サイドの前方、原さん、大きいし、そうですね。ドア、数的優いが一緒に作れるってことでしょそういうことですねほうほうほう。ドアサイド圧縮みたいなのができるってことだよね。そうですね。みたいな感じ横横で外していった時に、もう一人いるといいな、<laughs> じゃあ、お前上がっとけっていうことですか。とか、もう一人入らせんな、中に守備でっていうことか。 そうですねあとはこうやってサイドバックの選手を颯く君がこうマークしてくれたらこう、ねうん、もう一人のサイドバック、福田君がこう上がれるとかそういうこともあると思うんですけど,どだもしかしたら京都とやっぱり張喜寿監督のチームってやっぱりそのランニングのスキルがやっぱすごく高,、はい、高まるっていうところはあるのでよくあのこう形でとかうまくこう数的優位を作るとかってことあるかもしれないですけど。はいはいはい ある意味ではね、あの、もともとあの、ほら、浦和の時あの、大月監督、現群馬の監督ですけど、うん、あの、橋岡君、足つっても、お前ならいけるなら走れよって言って、また走らせたとかもありましたけど。<laughs> はい でもやっぱその橋岡君はやっぱその大月さんの薫陶を受けて新塔トローでも出た上でやっぱりプレミア到達したのもあるな,で、はいうん、なるほどねはいはいだからそれぐらいこう見初めた人といいなんかそういう関係性のある流れだったらやっぱこういうふうにこうなんか運動能力も上がったりするのかなと,かっと思ったりしますけどまあでもこれでうまくいってると思うなせばなる作戦。 そうですねあ,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 あとこれ、確かに原理的にもすごいなと思うのが、はい、結果的にね、マ、ま、さ、あ、これ、ビルドアップ川崎君からじゃあ出ましたってか、とり、はいまあえずなるじゃないですか、はい、で原選手が身長も高いし、まあはい、そんなに別に空中戦強いタイプではないけど、収、はい、めれましたってなって、セカンドボール回収するのが武田選手はうまいんです、はいで、取るじゃないですか、で原くんはじゃあ、今度、中走るでしょ。うん あと、そこに今度上がってくるの鈴木富一でしょで、彼、クロスうまいじゃないですか。アタッカー、アタッカーでもね。そう、裏に抜けるのうまいでしょそう考えると、で、川崎壮太選手はほら、サポートの作業がうまい選手ですから、で、あと、ゴールフィニッシャーの前い豊川選手、闘リオ選手と、高さのある原選手好きなんか、言っちゃえば理にかなってるのが、それぞれのいいところを積み合わせた結果、こうなりましたって戦術だなと思っちゃって。最終局面のアタッキングスタートの形から逆算してんのかな、これね。 っていいうことななんじゃないです,か、ね、すえっ、そんなにこの形ってうまくいってるんですか、今まあ正直、まだ得点ってのが、ああはい、まあ、初戦で1点、2点目でも1点で、<ー>流れの中からこうちゃんとっていうのは、まあね、一応、豊川選手が1点決めたのはあるけど、<ー>そういうわけではないんで、あれですけど。興みは先生が見て取れるぐらい回数があるということまあ、だから今後、これを何回もやる中で成功させていきたいってことではあると思うんですよね。 例えば同じランニングスキルがあるっていうところで言ったらサイドバックでもありますけど、ただ、うん、宮本優太選手なんかもともとボランチのサイドバックもできる方なんで、福田選手の位置でもある意味、川崎壮太選手の位置でもできるから、彼を今後使うってこともあるかもしれないし、それの左サイドバック版では佐藤京選手もできる。うん で、金子ポジでも川崎ポジでも福岡新平もできると考えると。この、はいはい、左の原鈴木と一とフィニッシャーというか、<ー>うまく使いたいから、こういうことやってるってケースは。なる,なるほど。まあ、あるんじゃねえのかなと思います。まず、じゃあ、サイドに前方に起点を作りたいということなんだ。そういうことだと思いますね。で、人を集めて。逆<ー>サイドはその間、上がってきなさいという。 っていうことなんなり方。でしょう、ね。でう、ね、例えばエビルドアップがええ、逆債対角からのロングボールです。フリーで減らすためには、インサイド幅を下げると。っていうことなんでしょうね。<ー>でも、リニューはこなってる気もします。ってことで、川崎はこの京都のアタックがあるから、ここ止めなきゃいけないですね。ってことは、川崎、何をしなきゃいけないかって言われたら、まず、僕はこうじゃないかなと思ってて。いはい、はい。はド、い、ン。ん。うん 要はもともと右サイドバックが佐々木アサヒ、うん、でセンターバックに大南、高井、左に三浦颯太っていうので、ここまで2試合やってきましたけど、うん、センターバックもできる佐々木アサヒ選手を左のサイドバックに戻し、うん、センターもサイドもできる大南選手を右にし、うんうん、で真ん中に高井丸山っていう形で、いわゆるちょっとフォーセンターバック的な感じにしてしまうと、ね、ディフェンス的なキャラクターに4人ともするってことだね。 大南選手はジャンプ力が高く、それからの自分での持ち出しも優れてる選手なんで、原選手と競り合わせるには、ある意味、一番いいんじゃないかと、うんで今、右サイドバックがこの川崎の中で可能な選手の中でいうと、他にも瀬川選手とか、あとはファン・ウェルメスケルケン、サイ選手とかもいるけど、うんうん、原君190と競り合わなきゃいけないことになるんで。 そうなると、高井君か大南君、どっちかってのが結構リアルなんじゃないかなとは。ジジエウさんはまだ治ってないのなんかね、ずっとこう入ってきてないので、ううっね、とコンディションが上がってないんだろうなと思いますから。そうで、はいはい、高井丸山だったらビルドアップにも優れてる2人にもなるので、うん、大南でとりあえず競り勝って、 ででまあ、武田選手もこう来るだろうけど、そこら辺は立花田選手でこうどうにかこうカバーしてもらって、はいはい、高い丸山のところに1回ボール渡して、そっから一回ロングボールでエリソン頼むみたいなこともまあ,ありっちゃありなんじゃないのかなとはちょっと思いました、うん、という形です、まあ、こんなこと、とりあえず京都やってくるか川崎はかわさなきゃいけないもしくはぶつからなきゃいけない。じゃあ、ディフェンスラインのスタメンは楽しみですね、これは。それちょっと変えてくるんじゃないかな、ははやっぱりって思いますね。そしてもう一個、まあ、あの<れ>じゃあ今度 これ趣味の時え極端な京都エクストリームミドルブロック極端な名前僕もつけましたけどまあ何するかって話なんですがクミドルブロまあこれからちょっとまた川崎ビルドアップで始めますよっていう局面が始まると思ってくださいとりあえず川崎の右サイド側に攻撃するよっていうのでまず仮定しましょう丸ちゃん側からえんえっていうか丸ちゃん側じゃなく逆あいごめんなさい ってなるときなんですけど、はい、京都のこの中央3人にまずはご注目、はい、武田金子川崎こうなります、はい、寄りすぎおえー、すごはあもう中間全体が寄っちゃうわけですか、ね、そうですねなんかほぼ大体ですけど<ー>なんか守備である意味セオリーで言うんであればうんうん、うん やっぱ武田君がこの左のハーフスペースあとたくんが右のハーフスペース金子さんが真ん中のエリアって大体そうなるじゃないですか、はいうん、基本的に考えると。アンカー含めてなんかもうこんな感じっていうんですかんなんかもういわゆるまあ圧縮みたいなことだと思いますけど全体が圧縮してるわけじゃなくて同サイド圧縮とは多分言わないです<あ>けか、うん 中盤だけ。<ー>だから極端なミドル、<ー>中央だけの、なんかブロックというかプレスみたいな感じになるので、<ー>エクストリームってところで、どういった狙いなんですか、これ。まあ、これはそれでも中盤のところで、うん、いわゆる、これ例えば、また同じですけど、この左、特にフロンターレ相手だったら、 この三浦くんとか、とマルシーニョ選手とか、このあたりはやっぱ、ファーサイド側で、右サイド側で攻撃するんだったら、逆サイド側でこう、フィニッシャーだとかの役割とか、サイドチェンジ的な役割になるので、こんな極端に右側に来ないって来ないじゃないですか、普通に考えたら。で、ね、ってことは、まあこの4人でフロンターレいるんであれば、大南、佐々木、脇坂、言えなかった4人しかいないんだったら、 サイドチェンジのリスクはスライドで頑張って追いつけばいいからここで数的有利を作りたいっていうことですね。ってことだとは思いますね。これもただまさに理にはかなってるなと思っててうん、うん、同じように今年こうビルドアップやってきたい型のチームで他でも言うんだったらフロンターレも、うん、マリノスもガンバも、うんうん、あと浦和レッズも。うん やっぱ逆サイドの選手がこんなやってくるみたいなことはあないじゃないですか。うん、右サイドの選手は右サイドの選手でちょっと頑張って、アンカーぐらいだったらサポートに行かせるからだから、うん、そうなるとこうやってね、家長、脇坂、立花田、大南、佐々木、マックスでも5人ぐらいしかいないわけなんで。川崎まで来ないよね、普通ね。どう考えてもないですから。だから7人ぐらいでプレスすれば。ああ、なるほど。 やっぱり運動量もあるし、ってことを考えると、これでプレスで成功しなかったら、それはプレスして取れなかった選手たちが悪いって話は高いですけだねもしくは相手の選手のビルドアップがあまりにも上手かったってだけの話ですから、これ、今年はやっぱり4、4にかとめて、でもこれ、途中で中盤選手変えないと持たないんじゃないの、これ。持たないね、守備。しんどいでしょ、これ、川崎さんとか、武田さんとか。 たださ、まぱり今年見てる限りですけど、逆転、ってビルドアップ、ロングフォルーして、前まで走って、趣味のときはそのサイドまで行くんでしょ、逆サイドまで。そうだね。だけど、実はこれの動画のあたり、我々がちょっと撮る動画があるんですけどね、これ、皆様あた後で今度出るんで見てほしいんですけど、ちょっとこんな動画撮るんですね、我々、正直。今回、今季圧倒データで。はい ええーってこう書かせていただきましたけど人人、はい、そうでしょ、うん、あのねまずあのやっぱりちょっと正直全員言いたかったんだけど出せなかった出せなかった書けなかったぐらいとがはいはいはい日本人正直各リーグ、はい、カテゴリーでデュエルめっちゃ強いんですよへえあの、ね、オフェンスもディフェンスもめっちゃ強いんですよへえすごっ あと、プレスでこうあの奪っただったとか、相手の,そのパスを下げさせた回数とかも、ほとんどの選手、ずっとレギュラー出てる選手は、みんなリーグトップ10とか入るレベルなんですよ。え、すごっ。誰に、長官とか、やっぱり遠藤航選手のこう成功事例を持ってるじゃないですか。だかこれでちゃんとこう運動量激しく奪い切って、うん G の時代からちゃんとこうやって戦える存在にしてってこうプレミアだとかブンデスに行ってでも大丈夫なようにこう戦わせてるってことも僕はあるんじゃないのかなと思っててたるもなって張さんに言われたら俺もリバプール行きたいから走るってなるわねこれはなるよねだってしかもまさこのメンツで言ってもあの福田アピアタビは浅田トイチ、あと金子 原ここ全員東京世代だしあと福岡新平とかもそうですよね。今開幕戦のゴール決めた安西君なんか<ー>ロス世代とかだったりするしる若いチームとしてやれることっていうのもあんのかなだと思うんですよね。なるほどだから京都はもしかしたらまだ勝ち点をこうね今2試合のところでは勝利とかないかもしれないけど張、はい、監督が見てるのって、うん、育成のいわゆるその先みたいなところなんだろうなと思うので。なるほど そういう部分も楽しみだから川崎サポの皆さんもチームがねもちろん勝利することを祈りながらになると思いますけどあのねうち出身のこう板倉三笘と代表で一緒にやる存在になるのは誰なのかなっていうところも含めてちょっとなんか見ていた,、ね、いただけても面白いんじゃないかなと思いますけどね面白いです。こういうううういいいやりり方っっっててのは先生国際的にかかクラブチームででと最近あったすするんですか まああんまないけど、C って言えばやっぱりレッドブルグループ系なのかなと思いますけど、C て言えばね。まああとはだからドイツのチームはこういうことちょっとやり<ー>やってくるかなと思いますが。ドイツら守備っていうのはそう。そうですね。攻撃はあの言ってた。<laughs> 攻撃はね、<laughs> ウニオンベルリンとかそんな感じでまする。まあ長官とこはね結構すごく海外盛り上げるいい、ね。そうですよね。というのはねよく有名な話ですけど、うん、はい。 でもだから全部が全部をなんかこれ長監とも去年とかもやっててヨーロッパのエッセンスも入れようと思ったけどやっぱ途中と残念、うん、断念する時とかもあったんですって、うん、でもだから全部のエッセンスじゃなくて、はい、一部を取り入れてみようとかってことももしかしたらあるのかなと思います。 ね、キャラクターには合わせてってことですか、はい、はあ、おもいですね。なるほどね。ってことで、あの、はい、この試合がどうなるかなってこととか、あの、今までの1戦目、はい、2>, 2戦目見てもこうだったよってところはあるので、はあはあ、第3戦以降どうなるか分かんないけど、とりあえず見てきたなと思うので、佐藤、うん、とろき行ってきます。ええいってらっしゃいませ、そうなんです。<laughs> 見てきます。ので、はい、よろしく。 もし何かお会いできる方いらっしゃったら声かけてください。いい <laughs> 分かるかな、ね、<laughs> 分かりました。はい <laughs>、ということで、ね、極端思考でございます。僕はマイノス買ったんでマイノスチケット買いましたよ。ああれだサイトンのあれですよ。いいベンチにのみちゃんみたいな子いましたよ。 ね、あの韓国代表のね元大ね監督が連れてるデータマンみたいなデータマみたいなねまた座ってましたよあの子韓国ののみちゃん座ってましたよちょっと対談してーなそうなんだよそうなの見てきますよちょっとねありがとうございますということでなるほどそれで極端思考ということですね川崎対川崎君ということですねこれねそうだねちょっとねわかりましたお願いします き今日もお送りしきましたミルわカ楽しかったです。先生、どうもありがとうございました。毎日いろいろやっちゃってます。ミルわカチャンネル登録、高評価ボタンぜひいただけると、先生が八つ、えー、橋を買って帰ってきてくださるかもしれません。そのたには売ってないのかなと <laughs> いうことでございまして。<laughs> はい。ありがとうございました。犬山でございました。八つだしっておいしいよね。ノーミルサトでした。ありがとうございました。ホンチャね。和菓子大好き。ノーミルクだからね。そいねうなのよ。